エインズレイ・ダンバーは、イギリス人ドラマー。本名は、エーンズレイ・トーマス・ダンバー。フランク・ザッパ、ジェファーソン・スターシップ、ホワイト・スネーク、ジャーニーなど、そうたる、ビッグネームのバンドで活躍したベテランである。抜群のリズムキープ力と音数の多さ、相反するヘビなヒッティングが特徴。ローリングストーン氏の選ぶ、歴史上最も偉大な100人のドラマーにおいて27位。 2017年4月17日、ジャーニーの元メンバーとしてロックの殿堂入りした、イングランドリバプール出身。11歳よりドラムをはじめギグを中心にプロとして活動。15歳でレオラザフォードという伝統的なミシシッピージャズバンドに17歳まで加入。1963年8月、リバプールにロックの波が押し寄せると、ロック、R&B に移行し、 デディー・ウィルキープレスマンに加入。1964年1月にはバンドは解散し4つのバンドからフラミンゴスが結成され加入。ドイツでの短いツアーの後、フレディー・スターが合流し、フレディー・スターフラミンゴスとなる。1964年4月にエクスチェッカーズに加入。脱退後、同年12月には、 スチュ・ジェームズザもジョスに加入し、1966年9月まで在籍。この頃、ジミ・ヘンドリックスのオーディションを受けるが、ダンバーとミッチ・ミッチェルのどちらをメンバーに選ぶ閣僚した、ヘンドリックスはコイントスを行い、ミッチェルを選んだ。1967年にジョン・メイ・オールザ、ブルース・ブレイカーズのアルバム、ジョン・メイ・オールとピーター・グリーン、ブルースの世界に参加。これが、 メジャーデビューとなった。その後ヤードバーズを脱退したジェフベックが結成したジェフベックグループのドラマーとして迎え入れられる。しかしマネージメントサイドの移行によりポップな路線に導かれている同グループの音楽性に反発しシングルタリーマンロックマイプリンソルのレコーディングを後に脱退する。ジェフベックはミックもいいけどエーンズレイほどのドライブ感はないねとエーンズレイの脱退を惜しんだ。 1968年、自らの音楽を追求するために、エーンズレイ・ダンバー・リタリエーションを結成する。リタリエーション名義で4枚、エーンズレイ個人のソロ名義で1枚のアルバムを発表。全作品、非常にブルース・イロの強い名作揃いだが、商業的には成功とは言えず、イコーソロとしての作品は、ほとんどない。 リタリエーションは1969年10月24日から28日までブリュセルで開催されたアムウギー音楽祭に参加したがエンズレイはそこでキャプテンビーフハートのアルバムトラウトマスクレプリカのプロモーションに来ていたフランクザッパと出会いジャムセッションを行う1970年2月フランクザッパの誘いでアメリカ西海岸に活動拠点を移動するザッパは その当時すでにデビュー時から率いていたマザーズ・オブ・インベンションを解散し自由にミュージシャンを選べる立場にあったザッパ自身に浅くはないドラムの演奏経験がありまたリズムを変調するその音楽性ゆえにドラマーに対する要求は大変厳しくザッパバンドのドラマーは歴代大変なテクニシャン揃いだったがエンズレーがその第一号である当時のエンズレーは 数多くの雑貨作品に携わりつつ、デビッド・ボーイ、ルー・リード、ミック・ロンソンのアルバムに参加している。ザッパの元を離れ次に加入したのがジャーニーである。初期の作品の重厚な雰囲気は、エンズレーのドラムによるものが大きい。しかしバンドは、大きな成功は得られず、4枚目の、インフィニティでボーカリスト、スティーブ・ペリーを迎えたジャーニーは路線を大きく。 変更するが、ポップな方向への路線変更を良しとしなかった、エーンズレーは、ジャーニーを脱退してしまう。ジャーニー脱退後は、ドラムのジョン・バーベータが自動車事故で活動できなくなった、ジェファーソン・スターシップに、ドーバンドのベーシスト、ピート・シアーズの紹介で加入する。1979年の初参加作、フリーダム・アット・ポイント・ゼロでは、エーンズレーのヘビーなドラムが大きく、前面に、 フィーチャーされている。1980年代に、エンズレイが参加した作品で一番有名になったのは1987年に発売された、ホワイトスネークの大ヒット作、白蛇の紋章サーペンスアルバスである。ただしアルバム発売後のツアーに、エンズレイは参加していない。2000年には UFO に加入するが、アルバム2作に参加した後に脱退。ジェイク・イリーが2005年に発表した、 カバーアルバム、リトレースド固まり帰り見では、ティム・ボガートと共にリズムセクションを務めた。メーカーは DW。1バス1タムにフロアのシンプルなセット。メーカーは、ジルジャン・エディボイド・チャンピオン・ジャック・デュープリー・ザ・ハート・オブ・ザ・ブルーズ・イズ・サウンド、エーバ・チェリー・アンド・ザ・ストロー・ネッツ・リトル・ジョン・クリズリー、マイク・オネスコ・アンド、ブラインド・サイド、ブルース・バンド・ミッキー・トーマス。ありがとうございます。